自分のことが好きな人ってどれぐらいいるんだろう。今の俺は長く続くトンネルの中にいるようだった。だからこんなのおかしくないですか。何がだよ。この予算じゃ絶対に赤字です。納期だって無理があります。こんな仕事を受ける意味あるんですか。やってみなきゃ分かんねえだろ。でもでもじゃねえんだよ。靴だけで大した仕事もできないくせに批判ばっかしやがって。お前みたいなやつなんて言うか分かるか。何もない人間。逃げるのか小塚。小塚、三つ編み。三つ編みかよ。あ、はい。あ、やっぱりそうだ。すぐに分かったね。全然変わってね。あ、ちょっと垢抜けたかや。東京の人らしくなってんな。いや、あ、まっすぐ実家でいいんだよな。え？あ、ちょっと。さ、ノリノリ。遠慮しなくていいでな。そういうことじゃない。早く早く。疲れたろ。でも、いいからいいから。こっちに帰ってくるのは何年ぶりだよ。七、八年です。だいぶ変わったで。いや、そうでも。あ、国道の向こうにイオンできたんだで。俺この前生まれて初めて吉野家に行ったわ。うまかった。もしもし。あ、三つ編み。母さん今どこ。婦人会の介護長引いてんの。代わりにヤマトに迎えに行ってもらうで。うん、もうあったよ。つーかもう乗ってるつか、え、誰。熊井ヤマト。熊井のじいちゃんの息子さん。熊井のじいちゃん息子なんかいたっけ。あんたと同い年だわ。仲良くし。え、ちょ、もしもし母さん。悪い、待たせた。熊井のじいちゃんの息子なの。うん、じいちゃんの。あ、養子だで。あ、そういう。これからよろしくな、三つ編み。さあ、行くで。よし。熊井くん、ヤマトでいいで。俺たち初対面だよね。うん、俺が養子に来たのは三つ臣が東京に行った後だから。何。いや、すげえ慣れ慣れ親しげだからさ。あ、初めて会った気しねえんだ。おばさんからいつも話聞いたで。え。
どんなやつかな、会ってみてえなってずっと思ったんだわ。本物の三つ帯だ。やっと会えたで。ちょっと興奮しすぎじゃない？喋り方も東京の人っぽくなってんな。かっこいい。合成だな。三つ帯が帰ってきたじゃない、めでたいじゃない。熱燗でいい？うん、はい。クビになって帰ってきただに何がめでてえだ。こっちからやめてやったんだよ、勝手に決めつけんだよな。は、自分一人が大変だとか理不尽だとか思うな。仕事っていうのはそういうもんだわ。それでこれからどうすんの、就職の当てあんの？店継いでやってもいいよ。父さんだって跡継ぎがいた方がいいだろ。俺が継いでやるよ、うん、つうか俺しかいねえじゃん。お前10年前なんて言っただ。え？こんな田舎退屈だ、家具屋なんか死んでもやりたくねえ、そう言ってこの家出て行ったでねえか。あの時は東京でうまくいかねえからって思いつきで適当なこと言うなや。父さん、なんだよそれ、俺は本気で。本気かどうか顔見りゃ分かるで。どうせまた嫌になって逃げ出しちまうわ。そんなのに付き合う気はねえで、あとなんか継いでもらわんでもいいだね。おはよう。朝飯は？もう11時だね。じゃあ昼飯。はいはい、ちょっと待ってて。続いては千曲の最新情報です。いつまでダラダラしてるな、帰ってきてもう10日だよ。本気で家続きあるんならお父さんに頭下げな。やっぱりやる気なんかないんだわ。何言って、ニートの息子を養うつもりはないんでね。
お、小塚さんのところ三つ帯くんじゃねえか。あ、ご無沙汰してます。東京から帰ってきたのかい。あ、はい、まあ はい、ありがとう。何読んでんだ？仕事探してんのか？なんでいいの？配達。ああ、そう。じゃあ、おじさんの後継ぐために帰ってきたんじゃねえだ。関係ないじゃん、熊井君には。マナトでいいで。あの、うち寄ってかね？は？三つ臣が帰ってきたって聞いてじいちゃん会いたがってんだわ。そのうちな。寄ってけよ。いや、なんだよ。ないいって。寄ってけって。何話せって。な乗るなよ。乗るな。どうした三つ臣？なんでもねえよ。あれ？じいちゃん？お、帰るってなんだよ。まあまあ落ち着けて。MCMか？なんだよ、わかんねえよ。じいちゃん？どうした？ヤマト。MCM抜くか？え ？MCM抜くか？あ、グエコ落ち着けよ。グエコ待って。話が違うで、春までいるって言ったじゃねえか。MC ロイ、頼む、考え直してくれよ。な、MC ロイ、ありがとう。グエン君、待って。グエン君。技能実習生？ベトナムから働きに来て、うちでいろいろ教えてんだわ。ああ。研修っていう名目で外国人を安くこき使う。じゃあそんなことしてねえで。あ、そこ俺の席だ。あ、ごめん。いや、久しぶりだな三つ臣。じいちゃんも久しぶりっす。あ、まだばあさんとこ行くわけにいかねえでな。ただいま。お、どうだった？グエン君、どうしてもベトナムに帰るて。彼女が恋しくてホームシックになってたでな。あ、そこ俺の席だ。まあ、なんだよな。困ったな。もうすぐハウスの収穫始まるね。ハウス？ああ、みかんとイチゴだ。一年で一番忙しいんだわ。俺と大和の二人だけじゃとてもとても大変っすね。お、三つ臣手伝ってくれよ。は？仕事探してんだろ。ほんとか、みつ。いや、あの、お前、高俊の後を継ぐために帰ってきたんじゃねえんだか。いや、その、三つ臣が手伝ってくれたら助かるで。いや、俺免許持ってないし、運転できないし、あんま、絶対に役に立たないし。そんなことないで。なあ。うん。いや、でも俺、農業なんてやったことないし、どちらかっていうと、インドア派だし。いや、大丈夫だで。俺が教えるわ。いや、でもさ。いいよな、じいちゃん。おう、俺は三つ臣がやりてってんなら反対はしねえ。やりたいなんて言ってないんだけど。やろうで。三つ臣、うん、よかった。はあ、安心した。お、三つ臣、おはよう。来た来た。初日から重役出勤かよ。これでも早起きしましたって。そっちが頼むから来てやったのに。文句言うでね。やるって約束したのはおめえだに。約束させられたんだよ。三つ臣、着替え。あ、おう。
よろしくな。じいちゃん、よし、じゃあこっち手伝ってもらうわ。よし、みかんのヘタに近い部分をこう切って、で、枝が残ってるとみかん同士傷つけちまって出荷できないから、そこだけは気をつけてな。おう、わかった。わかったか。わかったよ。ヘタの近くを切れって言ったに。ていうかさ、これこうやって取っちゃダメなの？あ、それじゃ商品にならねえで。おいおい、頼むで。青くて形がいびつなのは避けて、形が揃ったやつを全部で15個、それを1パックにするんだね。摘むのはこう優しくスナップさせるように。優しく。分かった。優しくだぞ、三つ臣。分かってるよ。あ、パックには下から222の333な。あー、もう三つ臣。ちょ、もっと優しく。スナップ。ほう。売り物なんだから。優しくだ。はい。あ、ほら、こう。うわ、蜂！なんで蜂いるんだよ。ミツバチが受粉して形が良くなるなんて。ちょ、こっちでもいいよ。蜂、蜂、蜂。蜂が怖いか、ミツオミ。腰痛って。なあ、これどこまでやんだよ。今日は向こうまでやるで。え？もうまだまだじゃん。まだまだだね。頑張れ、ミツオミ。よし、今日はこれくらいにするかや。うん。ああ、疲れた。ああ、きつい。情けねえな、これくらいで。水尾美、大丈夫かや。ああ、いけねえ、腰痛い。ああ、お疲れ様。はい、お疲れさん。ああ、だいぶ取ったな。あ、痛い痛い痛い。お前全然へばってねえじゃん。ずっとやってるじゃねえ。なあ、休みはいつ？休み？週2は休まないと体が持たないよ。しばらく無理かな。働き方改革って知ってる？ハウスが終わると少しのんびりできるけど、今が一番忙しいで。明日も待っていてな。行くかよ。あげると思ったわ。ちゃんと来たな。な、俺の言った通りだで。今日の夕食当番はじいちゃんな。負けたから仕方ねえ。俺が来るか賭けしてたのかよ。三つ編み、お前のせいだで。は？三つ編み、来てくれてありがとな。人をおもちゃにすんなっつうの。じゃあ始めるかい。三つ編み、今日も頼むで。
頑張れ三つ編み、この後配達行くで。おう、じゃあ配達行ってくるわ。おう、頼むぜ。あら、ヤマト君じゃないかや。おう、太田のおばちゃん。おめさんとこのみかん美味しいね。今日買ったで。ああ、いつもありがとう。誰が？ああ、今うちのハウス手伝ってもらってて、うん、小塚です。ああ、小塚さんとこの東京で働いてるんじゃないだ。ああ、先月こっちに帰ってきて。おお、とうとう後継ぐだかい。楽しみだわいね。じゃあ気つけてな。はい。なんでみんな同じこと言うかな。ん？親父の後継ぐとか、継ぐために帰ってきたとかさ。期待してんだね、三つ臣に。あんな、言っとくけど、俺は親父に後継ぎなんていらないって言われてんの。なんで？なんでも。ん？うん。どうも、熊谷農園です。なんだ、ヤマトか。あ、今日は上田が店番か。あ、こいつ上田、高校の同級生。上田、こっちは。ああ、知ってるで。上町の家具屋の息子が帰ってきたって親父が話してたね。ああ、うん、家継ぐために帰ってきただに。なんでヤマト手伝ってるだ。 おじさんは松本。え、なんとかって演歌歌手が来てんだわ。おお、おじさん歌好きだけどな。たっくやん、息子に仕事押し付けて遊び歩くだ、あの親父。たまには店番してもバチ当たるねえ。まっ、このこと俺がいつもサボってるみてえに言うなや。本当だね。あ、お前ヤマト。ああ、そこ並べといてくれて。この野郎、お前ちのみかんもうおかねえからな。お前じゃねえ、やめねえ。なあ、今年の同窓会どうするよ。上田が幹事か。ああ、俺が幹事の時に盛り上がんねえのやだしよ。じゃあ連絡つくやつに俺声かけとくで。ヤマト、お前いいやつだな。やっぱ俺たち親友だな。じゃあ待てな。風呂が空いてるんで、温まってきて。うん。なんだよ。いいね、男同士だで。入ってくんなって。寒い寒い。意外とガッチリしてるな。え？そうか？毎日重たい荷物運んで鍛えてるからな。なんでやろうと思ったんだ？え？きついじゃん、この仕事。じいちゃんに告げって言われたのか？俺がやりたかったんだわ。仕事なんかもっと他にあんじゃん。俺、施設で育ったんだ。え？じいちゃんがうちの子にならねえかって言ってくれて、高校卒業するときに養子になったんだ。俺、じいちゃんのことが大好きなんだ。尊敬してんだ。だから同じ仕事してえと思って、仕事教わりてえと思って。ああ、いや。いつまで入ってんだ。飯できたぞ。はーい。
三つおみ、手際が良くなってんな。マジで？どんどんみかんが愛おしくなるだで。嬉しいもんだよな、手塩にかけて育てた甲斐があるっつうの。手塩って、おめえ手伝ってまだそんなに経ってねえで。気持ち気持ち。調子に乗ってっと今に上から落っこちんぞ。大丈夫大丈夫。おっ、おっ、痛め、大丈夫か痛め。ありがとう。気をつけろよ。危ねえ。言わねえこっちゃ。よいしょ。うまいだろ。三つおみ、明日も頑張ろうな。おう。うざいと思っていたのに、農協の寄り合いに出なきゃなんねんだわ。いや、そんなら俺とお前の二人でいいじゃん。俺も修理に出してた納期松本まで取りに行くんで。三つおみ、たまにはゆっくり休めや。そんじゃ。手に触んな。今日は休みか。お寿司用か。コンソメ味の前に。ん？あ、400円。いいね。三つおみ、ヤマトとどういう関係だや？別に。頼まれて手伝ってるだけだけど。にしては仲いいで。なあ、あいつの秘密教えてやろうか。秘密？知りて。別に知りたくねえし。
ありがとうございました。なあ、上田ってどんなやつ？上田？うん。なんで？いや、なんとなく。ああ、いいやつだね。高校の時ずっと同じクラスだったんだわ。町に残った仲間の中じゃ、一番合ってるかな。あいつが服買うのに付き合ったり、一緒に遊びに行ったり。まあ、ちょっと何考えてるか分かんないとこあるけど、面白くていいやつなんだわ。あっそ。え？いつもみん機嫌悪くね？悪くねえよ。何怒ってるだ。怒ってねえし。怒ってるで。バカお前触んなよ。機嫌直せよ。ほら、怒ってねえよ。怒ってるで。怒ってねえし。顔が怒ってるで。じいちゃん、どうしただ。じいちゃん。じいちゃん。じいちゃん。大丈夫か。じいちゃん、どこぶつけた。足、足かい。みさみ、救急車。おう、先生、今きつくないか、大丈夫。高いところのもん取るときには俺に声かけろって言ったに。ちょっとひびが入っただけだで、入院だなんて大げさだわ。年取ると治りが遅いんだって。あまり無理しない方がいいんじゃない。おめみたいなもやしよりずっと丈夫だわ。誰がもやしだよ。まだ仕事残ってんじゃねえだか。だけんな。おめえたちの顔見てたって骨がくっつくわけでもねえで。俺は大丈夫だで。もう帰れ。じいちゃん、もやしってひどいよな。ま、でも頭打ったとかじゃなくてよかったな。よかった。もしものことがあったら俺。大げさだっつーの。あんだけ口が達者じゃまだまだ元気だって。だけど俺にはじいちゃんしかいねえで。俺の家族だで。どうしたの？そのタンス。修理頼まれたで。綺麗になるの？当たり前だ。木は生きてんだで。熊井のおじいちゃん入院したんだってな。ああ、うん。でも大したことないって。そうか。まあ、ヤマトの力になってやれや。うん。元気そうに見えるけんども、じいちゃんも年だで。たまには
ゆっくり休むのもいいで。父さんだっていい年じゃん。人の心配してる場合かよ。それはお前のことだわ。真面目に将来のことを考えろや。分かってるよ。あれ、あ、みそみ、どっか行くの？検査。悪いけど、そっちの方で待っててくれるか。あ、これ、お袋からおはぎ。おお、よしこさんのおはぎか。じいちゃん、おばさんのおはぎ好きだでな。あじゃあ、ちょっと行ってくる。元気そうに見えるけど、くまいのじいちゃんもへ、年だわ。もしもの時は、土地は全部ヤマトのもんだ。後取りいねくて困るのはわかるけんど、何も施設の子養子にしなくてもね。変わりもんだね、春夫さんも。大和、人当たりはいいけんどね。そういうやつに限って、腹の中じゃ何考えてるかわかんねんだ。悪いことすんな、みんなええこん人がってやつだでね。ああ、うぜえ。あ？あんたらあいつの何知ってんの？何も知らねえだろ。知らねえくせにごちゃごちゃ適当なこと言うなっつうの。ヤマトはな、そういうやつじゃねえんだよ。なんだよ、目上の人間に向かって口の利き方知らないだと。年寄りバカにすんだかや。おめえどこのもんだ。あのな、あいつはな。やべやべ、ちょっと何やってるんですか。まだ怒ってんのか。あんなこと俺気にしてないのに、なんで三つ臣がそんなに怒るだよ。お前は腹立たねえのかよ。慣れてるで。慣れんなよ。だって言っとくけどな、俺はお前にも腹立ってんだ。プライドっつうもんがねえのか。プライド、バカにされてヘラヘラしてんじゃねえよ。はい。ああ、もう俺一人でバカみたいよ。ありがとう。自分のことみたいに怒ってくれて。いや、別に俺は。三つ編み！おい！ありがとう、三つ編み！離れろよ。いやだ。離れろって。いやだ。いや、暑苦しいっつーの。おい、離れろよ。あ、ちょっと、ギブ。
三尾遅刻だね。今日はイチゴって言ったに。ハウス間違えたかや。悪い、なんかちょっと風邪気味で。かわけえな。熱あんのか？熱はない。そういや、ゆうべいつの間に帰ったんだ。あ、俺こっちやればいいかな。あ、わかった。三つ編み、もっと優しく詰めって言ったに。あ、どうしただ。大丈夫かよ。ごめん。三つ編み。え？ここは俺がやるから、向こうの葉っぱ取りやってくれよ。おう。ヤマト。あ、上だ。ああ、じいちゃん入院したんだって。ああ、手伝いに来てやったで。サンキュー。日に焼けっかな。日焼け止め持ってきたけんど。冬に日焼け止めなんか塗ってたか。美白の常識だわ。何やれ。おお。そしたらあっちのイチゴを摘んでくれ。うん。あ、これ。お、オッケー。いやー助かったで。お。おうまそうだな、おい。ああ優しくな。わ、優しく積んでくれや。うん、まずまずだな。甘みも乗ってる。あ、ごめん、なんでもない。何かあったかや。悩みがあるなら話してみろや。なあじいちゃん、キスってどんな時にするんだ。ん？恋人同士じゃなくてするキスってあんのかな。ドラマとかだと親が寝てる子供にチューしたりするけんど。お前キスしただか。あ、好きな人でもできただか。そういうこと。いや、恥ずかしがることねえわ。わけんだ。キスの一つや二つや。だから違うって。違うって。うん？どう思う？どう思うって？年も近いしお似合いじゃないかい？いや俺見合いとか結婚とか考えてないし。あんたじゃないで、ヤマトリだわ。え？あんた無職じゃないの。見合いなんて進めるわけねえや。息子に向かって無職って言うなよ。無職って。先方さんも乗り気らしいで、ヤマトリ聞いてみてくれねえかよ。俺が？私から話すと堅苦しく思われても困るで。軽い気持ちで会うだけ会ってほしいんだわ。熊井のじいちゃんだってもう年だね。こないだみたいなことまた起きないでも限らないでね。大和が身固めれば
じいちゃんも安心だで。いやでもさ、するかしないかヤマトが決めることだ。私だけでいいからな。悪いな、今日で一段落するだで。あ、頼むわ。腕もパンパンだわ。なあ、今日の夜時間あるか。夜、うん、二人だけで話がある。ああ、乾杯。誘ってねえだろ。二人だけっつったろ。うめえ。三沢上田、ありがとう。本当助かったわ。打ち上げすんなら誘ってくれや。冷てえべ三沢は。そういうことじゃなくて。すいません。盛り合わせと、もつ何かや話して。馬刺し。はい、お待ちください。見合い、お前の。見合い。母さんが知り合いに頼まれたって。お前に聞いてみてくれって。おう、27、看護師、悪くねえべ。ほら、すごくいい人だって言ってたよ。悪けんど、ごめん、おばさんに謝っておいてくれる。いや、ただのおせっかいだし。結婚が早いでね。ほら、俺たちの同級生の村瀬、先月結婚したで。え、そうだったかよ。ああ、森本も結婚するって案内切ったわ。吉岡なんて子供2人だで。いいな、俺も結婚してよな、三つ海。うん、まあ、いつかは。はぁ、30までにはしてよ。大和は。俺はいい。はしないって決めてるで。なんで？便所。また壁だ。壁？うん。なんつうかさ、あいつには壁があるんだよ。たまーに心のシャッターを下ろすっつうかさ。前にあいつの秘密知ってるって言ってたじゃん。やっぱ気になるかや。あいつ付き合ってる女いるで。え、うっさーのファミレスで会ってんの。俺何度か見たわ。おそらく年上。綺麗な人だったで。壁があるって言ったじゃん、うん、それで他の女と付き合うって矛盾してね。だから謎なんだわ。すまなかったな、せっかく見合い世話してもらったのに。じいちゃん知ってんの？よしこさんが見舞いに来てな。彼女とかいるのかな。あ、ヤマト付き合ってる子とかいるのかな。付き合ってるかは知らねえけど、キスはしたみてえだわ。キス？近いうちに俺も孫抱けるかや。さあ、行くで。おい、入院代いくらかかった？あ、じいちゃんそんなこと気にしなくていいで。さあ、行くで。ゆっくりゆっくり、うん、ああ、
もうすぐだね、じいちゃん。着いた着いた。じいちゃんがだ、みつおみが頑張ってくれたんだわ。そうか。何みつおみ。お助かりだわ。涼子が来てる。おお。朝来てたか。退院だって聞いたぜ。ずいぶん遅かったね。最近混んでて。退院おめでとうございます。いやあんたにもいろいろ心配かけたわね。いいえ。初めまして、鹿野です。こちらです。あ、私よ。はいはい。はい。よし。はいはいはい。はいはいはい。はい。涼子、洗濯してくれただか。洗濯もたくさん溜まってたで、こまめに洗わないと。パンツも洗ってるわ。パンツ見られて恥ずかしがる中でもないで。晩飯は食べていけるだ。でも帰り遅くなるで。たまにはいいね。そうしていかねえかね、涼子さん。なあ、うん、それじゃあちょっとだけ。あ、じゃあ俺そろそろ帰るわ。え、 ありがとうな、水尾美。水尾美、三つ編み、さ、三つ編み、一緒に退院はするって言ったに。悪い、用事思い出した。用事？何の？どうしたな、三つ編み。どうもしないよ。どうかした？うん。三つ海も養子に行ったがやって婦人会でからかわれたで。仕事もしねえでブラブラしてるよりマシだ。そうだけど、お父さんいいの？本当は家を継いでほしいんじゃないだ。何の気か分かるか。ケオキ何年かぐやに女房やってと思ってんのよ。同じケヤキでも一本一本性格が違う。触って匂い嗅いで話しかけて最高のタンスに仕上げてやるてなって、のみの人削り、カンナの人削りに心込めるんだわ。今のあいつにそこまでの気持ちがあるかや。
ありがとう。何が？ハウス手伝ってもらって本当助かったわ。別にあんまり役に立たなかったし。だな。いや、うるせえよ。どこ行くんだよ。いいから付き合って。陽子！あお待たせ。この前はどうも。あ、どうも。あ、こちらは陽子の旦那さん、それとタック。旦那さん？うん。三上、いろいろ誤解してね。こんにちは、シカンです。タックン、ほらお兄ちゃんにこんにちはは。こんにちは。タックン、あっちにヤギさんいるで。ヤギさん。いた。おい、ヤギさん。ちょっと。ヤギさんね。ねえ。三上、ヤギ。え？行かねえよ。え？仲いいね。付き合い長いの？会ったのは割と最近で。そうなんだ。長いんですか？20年になるかな。そんなに？ヤマトから聞いてない？私たち同じ施設で育ったの。私が施設を出るまで一緒に暮らしてたの。姉と弟みたいなもんかな。そうだったんですか。心配した？は？年上の女がちょっかい出したと思った。あ、いや、そんな。こないだ私のこと怖い顔で見てたで。三上！ヤギ！だから行かねえっつーの。子供かよ。よかった、いい友達できて。ヤマトいつもニコニコしてるでしょ。でも本当は違うの。わざとそうしてるの。人って悲しい顔してる人や辛い顔してる人にはどうしたのって聞くけど、ニコニコしてる人にはそんなこと聞かないでね。あいつも本当は辛いってことですか？ニコニコして悩んでない顔してバリア張ってんだわ。あんまりここに踏み込んでもらいたくないんだよね。親の愛情を知らないで育った子って愛情の返し方がよくわからないんだって。優しくされてどう答えていいか戸惑うんだって。私もそうだった。壁を作っちゃうんだよね。私の壁壊してくれたのはあの人。ヤマトにも早くそんな人が現れるといいんだけど。お待たせ。あ、これこれ。はい、これ住所。先方さんには代わりのものは行きますって連絡してあるんでね。了解。悪いね、仕事あるだに。気にしなくていいで。それよりおじさん、大丈夫かよ。ただのぎっくり腰だね。じゃあ行くか。はい、お願いね。よし、じゃあ出発ね。はい、気をつけてね。おい、やっぱり俺が。ただもう一度お父さんも、ほら、大人
なしく寝てなよ。おじさん、今日は無理しない方がいいで。悪いな、付き合わせて。いいからいいから。親父、あんな体で出てくることないのにな。気になって仕方ないんだわ。一生懸命やった仕事だね。右だったんじゃね。三つ臣が左って言ったで。お前もそうかもって言ったじゃん。三つ臣が自信ありげに言うからだわ。言ってねえよ。言ってたで。あのさ、この辺りに水島さんの家ってない？水島？有沢村の水島さんの家にお届け物があるんだ。それ私んち。お茶でも。いや、綺麗になったね。そうだね。遠いとこわざわざ悪かったね。あ、いや、道迷わなかったかや。あ、はい、なんとか。あの、親父ぎっくり腰やっちゃいまして、よろしく伝えてくれって言ってました。どうぞ。ああ、すいません。この子がもうすぐ結婚するでね、このタンス持たせよう思いまして。そうだったんですか。このタンス、私が嫁に来た時持ってきただよ。あんたのおじいさんに作ってもらったんだわ。おじいさんが作って、父さんが修理して、今度修理に出すときはあんたにやってもらうかもしれねえな。な。ありがとう。喜んでたな。帰ったらおじさんに教えてやるで。みつおみ？俺、親父の仕事大嫌いだったんだよな。ダサくてつまんねえ、古くせえって。もっとかっこよくて面白いことを見つけたくて東京に行ったけど、見つからなかった。会社でさ、何もない人間だって言われた。さっきふと思い出したんだ。子供の頃、親父の仕事場に入った時のこと。木のいい匂いがして、飲みやカンナの音がして、
タンスとかちゃぶ台ができてくのが面白くて、親父が仕事するのずっと見てた。気持ちちゃんとおじさんに伝えたら？腰、もういいの？今日はすまんかったな。うん。タンス、すごい喜んでたよ。そうか。うん。父さん。なんだ？俺さ、家具職人になりたい。うち継ぎたい。また思いつきで適当なこと。継がせる気はねえって言ったで。思いつきじゃないよ。分かってる。口ばっかりで偉そうなこと言ってた。うまくいかないこと全部人のせいにしてた。逃げてた。ダメなことよく分かってるよ。でもダメなままでいたくないんだよ。変わりたいんだよ。誰かに喜ばれる仕事がしたい。父さんみたいになりたい。お願いします。仕事教えてください。お願いします。まずはノミとカンナの研ぎ方だ。返事。はい。どうした？いいって。え？親父がいいって。え？よかったな。なんかあったかい？じいちゃん、親父が
後継いでもいいって。そりゃよかった。おいしっかり頑張れよ。いい家具職人になれ三つ臣。よかった。これで高俊もいい跡取りができたってわけだ。ああ楽しみだな。じいちゃん、ちょっといい？お。俺、明日東京に行こうと思うんだわ。東京？亀戸の役所。そうか。ハウス休んじゃけんの。いいで。行ってこい。ヤマト、ありがとな。うちに来てくれて。うん。じいちゃん。ありがとう。悪いな、朝早くに。それはいいんだけどさ、どこ行くんだよ。うん、俺もちゃんと向き合わなきゃと思って。捨て子なんだ。東京で拾われたって聞いてるけど、親のこと何も知らないんだ。俺の親はじいちゃんだ。だから詳しいことを調べたことなかったけど、でも区切りっつうかけじめっつうか、三つ臣見てたら俺も前に進まなきゃと思って。三つ臣と一緒ならいける気がしたんだわ。Sudden flash, the street lamp set the evening beat in a blanket of blue. Well, the doorman tips his hat to a beautiful young lady passing by. She forgets to ask him why never sleeps. Oh, sky tree! Oh my, 田舎も丸出し。初めて見た。やっと時計だ。はいはいはい。すいません。よかったかな。気にすんなって。でも東京じゃよくあることだから。
行こう。お預かりします。こちら助手席投稿なのでしばらくお時間かかりますがよろしいでしょうか。はい、申し訳ございません。今あのおかけになってしばらくお待ちください。33番の番号札をお持ちのお客様、交付窓口までお越しください。少し時間かかるって。そっか。もし親のことが分かったら会いに行く？分かんねえ。会いたい？分かんねえ。そっか。あのさ、三つ臣が右にいるのが変な感じすんだ。いつも左にいるで。俺も同じこと思ってた。やっぱ。やっぱりこっちの方が落ち着くだな。大丈夫だから。まさか明日までかかるとはな。やっぱ手続きとかいろいろ面倒なのな。ほっとしたっつうか気が抜けたっつうか。悪い、もう一日付き合わせちまう。いいって。なんかうまいもんでも食ってホテル探そうぜ。すいません、今日泊まりますか？いらっしゃいませ。2名様ですね。はい。お部屋はいかがいたしますか？ああ、一緒でいいよな。二人だで。ダブルか。バカお前、ツインに決まってんだろ。ダブルっつうのはな。申し訳ございません。本日ツインルームはすべて埋まっておりまして、2名様でのお泊まりはダブルのみとなっております。え？じゃあそれで。はい、ではご記入をお願いいたします。よかった。なんでそんな恥にいんだ。お前に蹴られないように。俺そんな寝相悪い？だって子供みたいだから。お前んち泊まった時も。なあ。うん、なんであの時キスしたんだ？お前知ってたの？あれはどういうことなのかなってずっと考えてたんだわ。いや、どういう。ごめん、なんでって聞かれても困るか。好きだから。
お前のことが好きだから。それってやっぱそういう意味？そうだよ。男だけど。分かってるよ。自分でも思うよ。何が良くて男が好きなんだって。なんでお前なんだって。でもしょうがないじゃん。好きになっちゃったんだから。俺、告白されたことがあるんだ。その子のこと嫌いじゃなかった。いい子だなって思ってた。だけど付き合えなかった。人好きになる自信ないんだ。怖いんだ。抱きしめていい？抱きしめてから言うなよ。ダメ。何も書いてないわ。はあ、これですっきりした。すいません、はい、椿公園ってこの近くですか？公園？そこで拾われたらしいんだわ。行ってみたいけど、いい？もちろん。すいません、話を聞いてて思い出したんです。あなたが拾われた時私もいましてね。ベンチで真新しいタオルにくるまれて眠っていました。タオルの間に名前が書いた紙が挟んであって、ヤマト、俺の名前、役所の人か施設の人がつけてくれたと思ってた。
から捨てんのに。なんで名前なんかつけたんかな。名前って親が最初にくれるもんじゃん。初めてのプレゼントっていうか。愛情がなかったら名前つけたりしないんじゃないかな。ヤマト、もう一回呼んで。ヤマト、ヤマト、確かに。俺の親もどっかで生きてんのかな。幸せでいてほしいな。だって俺今幸せだで。俺にも愛せっかな。